はいどうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、いやー来ました、アップルさんからのお届け物。こっちが iPad Air 第4世代で、こっちが iPhone 12 Pro。 はい、で今回はとりあえずこっち iPhone から開けていきます。今回ケースフィニットさんのご提供でお借りすることになった iPhone 12 Pro、 まさかの発売日にこの Android の僕が iPhone の開封できる日が来るとは、ほんと夢にも思ってませんでした。とりあえず今回は開封からファーストインプレッション、ベンチマークあたりまでやっていきたいと思います。今日2020年10月23日に発売されたばかりの iPhone 12 Pro、 今回新色のパシフィックブルーが届いてるんで、早速開けて外観チェックしてみたいと思います。それでは始めていきます。今回ご紹介するのは iPhone 12 Pro です。とりあえず今回の iPhone、 めっちゃ皆さん迷われたんじゃないでしょうか。なんせ4種類一気に発表、しかも発売時期がずれてるっていう、なんていうか悩ましいですよね。本日発売はこの iPhone 12 Pro と iPhone 12、 遅れて iPhone 12 Pro Max と iPhone 12 mini が発売予定となってます。その性能もそうなんですけど、サイズで悩まれてる方も多かったんじゃないでしょうか。今日発売となった iPhone 12 と12 Pro、 この2台は共に 6.1 インチ、そして12 Pro Max は 6.7 インチと、確か iPhone 史上最大ですよね。で、ミニが 5.4 インチと小さく感じるんですけど、例えば Xperia XZ1 までの、僕的にはこれこそ Xperia っていう形、歴代の板チョコ Xperia で 5.2 インチだったんで、正直僕が今回どれか iPhone 自分用に買いますっていう場合は、おそらくミニか無印12を選んだんじゃないかと思います。で、ワンチャンこれ12 Pro、 その理由は重さです。いつもスマホ重い重いって言ってる軟弱おじさんなんで、やっぱりスマホは片手操作できる方が嬉しいんすよ。ってことで最終的には重さ、デカさは気になります。で、この12 Pro でも 187g あるんすよ。で、これが MAX になるとなんと 226g、 無印12が 162g で、ミニはなんと 133g です。いや、ミニすごいっすよね。だって 4.7 インチの iPhone SE 第2世代ですら 148g なんで、ミニの 133g はほんと素晴らしいと思います。てか早く開けろやって話っすよね。はい、もう今日は他と比較しません。ただ最後に一つ、今回ちょっと残念に感じたのは iPhone 12 Pro と12 Pro Max、 ここにカメラ性能の差異があるということ。実はカメラ性能はこの iPhone 12 Pro より12 Pro Max の方が上ということ、ここだけはちょっと残念というか気になるポイントではありました。はい、それでは今回届いた iPhone 12 Pro 開けていきたいと思います。はい、出てきました。あれ、なんか全然今までとケースのイメージ違いますよね。はい、こんな薄くて真っ黒の箱。はい、これが iPhone 12 Pro。 なんかちょっといかついっすよね。はい、それでは開けていきます。箱の外観はこんな感じ。いや、ほんと iPhone っぽくない。ちょっと盛り上がったデザイン、このあたりやっぱり高級端末感はあります。はい、それではいきますよ、せーの、イエーイ、来たー。うわ、かっこいい。いや、思ったより結構でかいっすね。はい、これですよ、最新の iPhone 12 Pro。 今回カラバリは4種類、シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー。今回お借りしてるのはパシフィックブルーです。はい、どうでしょうか。はい、ちょっと出してみたいんですけど、その前に付属品。はい、本体を取るとこんな感じ。ライトニングケーブル1メーター1本に、シムピンとリンゴのステッカーで、あとはこういった紙。はい、借り物なんで綺麗に直しておきます。付属品はめちゃめちゃシンプル。はい、それでは本体。あ、いや、やっぱりずっしりときます。でもこれ気分かもしれないんですけど、嫌な重さじゃない。はい、それでは剥がします。ペリ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 。あれ、今回背面は保護フィルムなしなんですね。思ったより思い切った梱包。いや、でも新品美しいっすよね。てか今回の iPhone やっぱりかっこよくないっすか。この角張ったボディ、いや、これめっちゃかっこいいっすよね。本体サイズは 146.7×71.5×7.4mm。 重さは先ほどお伝えした通り 187g となってます。やっぱりプロなんで重さとスペックはトレードオフって感じでしょうか。
で、ディスプレイは 6.1 インチ、スーパーレティーナ XDR ディスプレイ、 2532×1170 ピクセルとなってます。で、 CPU は A14 バイオニックチップ搭載。ただこれは今回 iPhone 12 4機種ともチップは同じ、共通っていうことです。メモリ容量の差あるかもしれないんですけど、 CPU は無印もプロも同じ。はい、プロだから特別な CPU ってわけではないということ、ここは正直ちょっと意外でした。で、やっぱりすごいのはカメラですよね。広角超広角望遠とライダーの搭載。僕はもうスマホっていうとカメラが8割9割大事だと思ってます。どれだけ美味しそうな飯テロが撮れるかみたいな、そこが一番興味あったりします。なんでちょっとだけでも次回写真性能をお見せできればと思ってます。あとはご覧の通り、ここに電源ボタン、反対側にミュートスイッチと音量ボタン、物理キーはそれだけなんで、はい、株はこんな感じ。いや、もういちいちかっこいい。ただもう当たり前にホームボタンはないんで、指紋認証は非搭載で、イヤホンジャックもどこにも見当たりません。で、ちょっとびっくりしたのは、あれだけ次こそって言われてたこれ、またライトニングなんですよね。 USB Type-C にはならずでした。ただこの背面にマグネットでくっつく充電器みたいなものは販売されるそうで、それは別売りとのことです。はい、付属品はケーブルのみ、あとは自分で買ってくださいっていうスタイルです。はい、それでは電源入れてみます。せーの、オン。はい、起動しました。いや、これちょっとお借りしてるものなんですけど、やっぱりアンツツベンチマークテストは取ってみたいってことで、ちょっと設定済ませます。はい、設定終わりました。とりあえずトゥルートーンはオフっときます。まず最初に 128GB の初期ストレージ、使用済み 14.7GB になってます。で、プリンアプリはこんな感じ、2ページ目はこんな感じ。はい、ユーティリティ、意外と少ないですよね。オンボタンなくなってからは、電源ボタンとボリューム上キー、これでスクショが取れます。はい、こんな感じで、やっぱり気になるカメラ、はい、ここわかりますかね。標準、望遠、超広角。ちょっとだけ写真撮ってみます。望遠、広角、超広角、望遠、広角、超広角。はい、こんな感じ。やっぱりこの3パターン撮れるのはでかいっすよね。はい、さすが三眼カメラ。はい、それでは今回開封動画なんで、とにかく今日中に出したいんで、最後アンツツベンチマークテスト、これを撮って終わりたいと思います。はい、それではいきますよ。 iPhone 12 Pro A14 バイオニックを積んだ最新の iPhone、 そのアンツツベンチマークテストの結果はドン、574,102。いや、これ Android とは安易に比較できないんですけど、普段20万いかないスマホをメイン機としてる僕にとって、これはもうモンスター級なんですけど、今年の iPad Pro 2020年モデル A12Z を積んだ iPad Pro の結果はこうです。はい、どうでしょうか。やっぱり iPad Pro がやばいぐらい最強ってことなんですかね。アンツツベンチマークのバージョンも違うんで、そこも難しい部分ではあるんですけど、今回 iPhone 12 Pro 結果574,102、 CPU が 172,749、 GPU が 196,918、 MEM が 116,37、 UX が 93,798 でした。いや、でもね、めちゃめちゃアニメーションは美しかったんで、その様子はこの動画の最後に収録しておきますんで、よかったらご覧になってみてください。今回ご紹介した iPhone 12 Pro、 説明欄にリンク貼っておきます。詳しくはそちらをチェックしてみてください。で、今回これをお借りした理由はこれ。はい、ケースフィニットさんのケース、これをご紹介するためにお貸しいただけました。しかも開封動画撮っちゃってくださいという大盤振る舞いだったんで、今回の動画お言葉に甘えました。なんでケースとガラスを送っていただいてます。ただこのケースのご紹介は次回、しっかり動画作りたいんですけど、かといってそれまで iPhone 12 Pro
裸のままでは心配なんで、今回はケースフィニットさんのガラスとフロストエアっていうケース、これをとりあえずつけてみて、はい、これ実は使用感、すでに過去 iPhone SE 第2世代で使ってみて、これめっちゃ良かったんすよ。なんで結果は分かってるんですけど、改めて iPhone 12 Pro で使ってみて、その感想もお話しできればと思ってます。はい、これがフロストエア、2種類入ってるんですけど、せっかくの新色パシフィックブルーが目立つようにクリアの方をつけてみます。で、今回このパシフィックブルー、これもフロストっぽいですよね。はい、綺麗に拭いて装着します。はい、こんな感じ。このケースがほんと軽くて薄くて、傷も目立ちにくいし、何より指紋が気にならないんですよ。はい、また次回ご説明します。で、次にガラス、これガイドついてるんですね。はい、ケースつけちゃったんですけど、外してガイドをはめてガラスも貼ってみたいと思います。はい、どうでしょうか。やっぱりガラス、台座があると貼るのめちゃめちゃ楽でした。で、これは初めてだったんですけど、ガラスのペリペリ、こんなしっかりしたプラスチックについてました。で、まだ貼ったばかりなんですけど、指滑りは悪くないし、もうとにかく貼るのがめちゃめちゃ簡単だったんで、まだガラス買ってないっていう方、これはおすすめできると思います。はい、こんな感じ。これで安心して使えます。で、もちろんこのケースにガラス、説明欄にケースフィニットさんのリンク貼っておきますけど、 Amazon Pay やコンビニ決済も対応されてるんで、自社サイトではあるんですけど、お気軽にお買い物できると思います。いや、ほんとぜひ一度、 iPhone 12ユーザーさんだけではなくて、 iPhone ユーザーさんはケースフィニットさんのホームページご覧になっていてください。ということで、まさかの発売日に iPhone 12 Pro を借りできたんで、開封からアンツツベンチマークテストしてみたっていう動画でした。まだ続編も作ります。で、さらに iPad や第4世代も動画作ります。なんでお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。